はい、皆さんこんにちは。10分英会話中国語スペイン語レッスンのミッチです。はい、今日はですね、ロシア語の方のデュオリンゴを使ったロシア語のレッスンの方はですね、基本ベーシックスってありますので、基本編になるのかなと思うんですけれども、こちらの方をちょっと実際に行っていってみたいと思います。じゃあ実際に早速見ていきましょう。こちらをクリックするとですね、すいません、読めないんで実際に始めてみましょう。いきますね。 Begin 開始します。するとこういう画面が出てきました。男性を選んでくださいっていうふうに出てますので、男性をこの中から選びます。でこれはまあ男性、こっちも男性っていう男性なんですけども、多分こっちを選んでほしいってことだと思うんで、これを言ってみましょう。そうするとムシナ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 、合ってますか？これメモっておきます。ムシナ、あ、合ってた。もう一回聞いてみましょう。ムシナムシナ、発音合ってますか？なんかやけに長い気がするんですけども、綴りが。まあいいや、はい、男の子を選んでください。はい、男の子これですね。で違います。はい、こっちも男の子も男の子っていう男の子なんですけども、多分こっちでしょうね。はい、マルチェクマルチェクマルチェク、メモっておきます。これがマルチェク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 。はい、なんかだんだんロシア語 あのアルファベットが余計分かんなくなってきちゃったような気がするんですけどまあいいや、はい、あ、合ってた。これで男の子、もう一回言ってみましょう。マルチェクマルチェクボーイ、書いてきますね。マルチェク、次行ってみましょう。はい、女性を選んでください。はい、女性、くだらない冗談は抜きにしてこれにしましょう。これですね、きっと。ジェンシナ、全然聞き取れないんですけども、OK、ジェンシナジェンシナジェンジェンシナ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 だと思います。いってみましょう。お、正解だ。もう一回聞いてみましょう。ジェンシナジェンシナ、はい、次。アンナママ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 やだよ。失礼しました、全国のお母様。はい、違う、アンナママアンナはお母さんですっていう意味ですかね。入れてみましょう。いってみましょう。かけです。おー、違った。あ、アンナで C、 英語で言うと彼女、C になるみたいですね。アンナアンナママあ、アンナママアンナです。アンナママアンナママで、これで英語で言うと C。 アンナママ、なるほど。なんで C's a mother、 C's a mom。 This this、 うん、This this っていうのが、君っていうのは知ってるんですね、もともと僕が。で、ただ This 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 this、全然見当がつかないんで、ちょっとヒント見ちゃいます。わかるよ。 Is this This Here、 あれ、 Vote っていうのを以前習ったような気がするんですけど、それの他にまだあるみたいですね。あの、ここっていうのが Vote っていうので前出てきてたんですけども、なんでこれは、はい、君はここだよって、あなたに言われたかないよそんなことって感じで。 This 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 This、 これだけで Is this ThisIs this 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 で、ここで Here、 ここです。 This Я мальчик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  Я っていうのは私なんですけど、 Я мальчик、 私はマルチネスです。マルチネス、あんまりヨシゴ語で出てこない名前だと思うんで違う。 Я мальчик Я мальчик、 ちょっとヒント見ちゃえ。なんだ、マルチェク、あ、マルチェク、さっき、あ、なるほど、さっき出てきたやつボーイ、あー、そっかそっかそっか、なので私はボーイ、男の子です。はい、もう一回言ってみましょう。私は男の子です。ヤマルチェクヤヤマルチェク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 、はい、私は男の子です。エタムシナ、え、で、この画面が出てきたらですね、ここにマイクのところをクリックしていただいて、そうするとですね、こうマイクがですね、行ったり来たりします。その間にこれを読んでくださいっていうようなことになります。あの、発音の練習なんですけども、これ、なんだろう。エタムシナ。エタムシナ。ムシナっていうのが男性ですよね、確か。ムシナ。エタムシナ。エタムシナ。なので、いきますね。録音します。エタムシナ。おお、合ってた。おお。発音似てました？はい。で、あ、これなんか質問、あ、疑問、あ、クエスチョンマークが出てるから、疑問文なんだ。あ、なるほど。じゃあロシア語は疑問文でもと、あの、肯定文でも語順だとか変えたりだとかしないみたいですね。クエスチョンマークをつけるだけ。エタムシナ
Это мужчина. 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 で、疑問文。こちらは男性です。それは男性ですか？はい。次行ってみましょう。彼女はお母さんですっていうのをロシア語にしてくださいっていうふうに出てるので、じゃあちょっとキーボードビューアーを出しますね。で、彼女っていうのがアナ、アナ、アナ。で、お母さんっていうのが、ああ、忘れてしまった。あ、ママ、ママでいいんだ。お母さん、ママ。え、アナママだと思うんです。見てみましょう。アナママですね。集まってますか？あのママ。Я женщина。Я 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 женщина。женщина っていうのが女性なので。Я женщина。私は女です。私は女性です。はい。かなり男勝りな方なんですかね、この人は。はい。まあいいや、はい、置いといて。I'm a woman みたいな。Я женщина。はい。私は女よ。はい。と言ってました。Это здесь。Это здесь。Это здесь. Здесь. Это здесь. Здесь. Здесь って発音が難しいですね。Это здесь. Это здесь. Это здесь. ですね。Это っていうのがこれですね。で、This っていうのが Here。ここって意味なので、This is here。これはここだよ。はい。とか、それはそこだよ。それはここだよ。次。で、下記の、あとこちらの、英語に対応して、この英語の訳で正しいロシア語を1、2、3の中から選びなさいってことなんですけども、ここに全てそれに該当するロシア語を選んでくださいって書いてあります。言ってみましょう。Is my dad here? 私のお父さんはここ ?My papa this?My papa this?Actor? おって this?アクテュアルっていうのがこれあの俳優さんですよね。の違いますね。モイパパカフェ、カフェにいますか。 なので一番だけですね、多分。行ってみましょう。お、出てきた。これもしですね、デュオリンゴをですね開発されてる方が見たら、ぜひここにですね、あの発音を読んでくれるあの記号を入れていただきたいんですけど、まあいいや。はい、次行ってみましょう。トゥイマルチェック。トゥイマルチェック。マルチェック何でしたっけ。マルチェック、男の子。私は男の子よ。あ、君は男の子だよっていうのを発音してみましょうっていうコーナーです。トゥイマルチェック。トゥイマルチェック。これはなんで、このマイクボタンを押して録音してください。あと話しかけてください。いきますね。トゥイマルチェック。おぉ。もう一回。トゥイマルチェック。これですね。Let's move on from this one for now。ここはとりあえず置いといてくださいってことなので、失格ってことでしたから。あの発音が良くないってことです。悔しい。まあいいや。はい。アナ・ジェンシナ。アナ・ジェンシナ。ジェンシナ。彼女はジェンシナ。何でしたっけ？ジェンシナ。女性です。じゃあ、アナ・ジェンシナ。もう一回言ってみましょう。アナ・ジェンシナ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 。合ってますか？そう。言ってみましょう。まあ、はい、これは、シー・ザ・ウォーマン。はい、はい、そうですね。次行ってみましょう。エタ・ムシナ。エタ・ムシナ。ムシナっていうのが男性ですよね。なので。はい、こちらは男性です。はい。I'm a boy。 私っていうのが、やー、やー。で、男の子っていうのが、まー。全然わかんないんで、とりあえずあのコピーしてる感じなんですよ。やー、まー。これは、いいって発音ですね。で、これ、やーまーまーいく。まあいいや。はい、チェック。はい、誰か読んで。次行きましょう。もうヴィレシピエツディス。もうヴィレシピエツディス。もうヴィレシピエツ。もうヴィレシピエツディス。あー、なるほど。もう私のヴィレシピエツ。ヴィレシピエツ。もうヴィレシピエツディス。もうヴィレシピエツ。ヴィレシピエツ。で、自転車、バイスコっていうふうに前回か前々回で出てたんですけども、私の自転車は This? ここ?なので、私の自転車はここですかっていう意味かなと思います。行ってみましょう。Oh. Is my bicycle here? すみません、クエスチョンマークを間違っておっしゃったんですけども、でも多少の綴りミスは OK してくれるみたいです。もう一回聞いてみましょう。もうヴィレシピエツです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 。怪しい名前。はい。
やむしな。やむしな。私は男性です。です。もう覚えました。はい。や。やむしな。やむしな。ただこれ発音が、この文字だけ見て発音してくださいっていうふうに言われても、ちょっと読めないんで、もう一回、ちょっと練習します。やむしな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 。あとでちょっとノートに何回か書いて、あのロシア語の文字の勉強を復習をしないと。アナジェニシナ。アナジェニシナ。彼女はジェニシナ女性でしたっけ？そうですね。ジェニシナ。そうですね。彼女は女性ですっていう意味なんですけども。アナジェニシナ。これを読んで発音のチェックをしましょうってことです。アナジェニシナ。アナジェニシナ。おお、これは一発でいった。よかったよかった。デマルチェック。デマルチェック。マルチェック何でしたっけ？男の子。これ何回かやってダメだったんですね。マルチェック。マルチェック。今のうちにちょっと練習しよう。発音の。マルチェック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 。はい。で意味は、君は男の子だよ。パパ、エタムシナ。パパ、エタムシナ。マシナっていうのが男性ですよね。なので、お父さん、こちら男性だよ。ちょっとお父さんし、お友達紹介するね。こちら男性です。やばいな、それ。一体どういう状況でそれがシチュエーションになっちゃったんでしょうか。まあいい、はい。パパ、エタムシナ。パパ、エタムシナ。こういう感じでいきましょう。パパ、エタムシナ。おお、一発でいきました。やっぱり感情を込めて言うといいかもしれないですね。アナママ。アナママ。彼女はお母さんです。はい。テマルチェク。テマルチェク。これですね、さっき。キーボードビアちょっと隠しますね。これで OK で、あ、多分これは最後の問題だ。もう一回テイマルチェック。何回か練習させていただきます。テイマルチェック。テイマルチェック。テイマルチェック。いきましょう。テイマルチェック。ダメだな、なんだろう。なんだ。テイマルチェック。テイマルチェック。というはこれ緑が出てるってことなんで OK してくれてるんですね。なのでマルチェック。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 トゥイマルチェック。おお、なんか変えたのかな、発音。僕自身。もう一回言ってみましょう。マルチェック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 。何が良かった、最初、最後のが何で良かったのかよくわかんないんですけども。まあ、そのうちやって口に慣れてきます。さあ、最後、やったー、合格か合格か、いけーたらーイェーイ。おー、トゥイマルチェックってやつがですね、クセモンだったんですけども、なんとか合格しました。はい。で、次回は何だろう。はい。次はですね、また読めないですね。これ、エストとかって感じですね。これいいですね。パーク。パーク。あ、公園でしょうね、きっとこれ。オン。な、か、カフェ。なんかまた場所系が出てきそうな感じですね。これパーク、これ多分、これ多分だと思うんですけど、公園だと思います。英語のパークかなと思うんですけども、はい、多分なのでおそらく次回もですね、なんか場所系の練習になるかなと思います。今日も皆さんどうもありがとうございました。それではまた後で。